はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、市場経済と価格についてお送りします。で、前回は企業と労働者の話をしたんですが、ここでちょっとまた話が変わってね、市場経済そして価格という感じでやっていきます。で、今回は穴埋めが全部で10問。ちょっとね、同じ答えの場所も何箇所かありますけど、それにね、気をつけながら、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっとね、相変わらず喉の調子が良くないんで、聞き苦しかったらごめんね。じゃあ行きます商店とか、店だよね、とかデパートなんかの商業施設に注目するのではなく、特定の商品に着目してその商品が売買される場の全体をほにゃららと言うっていうね、何言ってんだって感じになるんですけど、これまず答えからいきますね。で、これ答えを漢字で書くとね、市場って読みたくなるんだけど、これ市場と読みます。市場って読まないでください。市場ね。で、これ何言ってるかっていうと、例えば特定の商品だから何しようかな、野菜にしようか、トマトとかにするか。例えばトマトあるじゃないですか。で、トマトっていうのはみんなの身近なスーパーとかでも普通に売ってるでしょ。で、そのトマトを売ってるそのスーパーとかに着目するじゃなくって、あのスーパーでもこのスーパーでも、例えばもっと大きいイオンとかでも売ってる場所あるでしょ。そういう売ってる場所、そのね、流れ全部、トマトに関するもの全部に関わることを市場と言います。特定の場所に着目するんじゃなくてね。で、市場と言って、これがね、社会の隅々まで張り巡らされている経済のことをほにゃらら経済と言うと。で、今回のタイトルにもねなってますけど、これを市場経済と言います。いろんなものが売ってるでしょ、日本に関してもね。で、ここからちょっと話が変わって、商品の価格、値段だよね。値段っていうのは、買おうとする量のことをほにゃらら量って言います。で、これすっごく大事なんでね、覚えてください。買おうとする、うちらはね、買おうとする量だよ。これを、ちょっと青にします。もし漢字見にくかったら、全画面で見るか、教科書とかで確認してください。需要量と言います。買おうとする量ね。で、例えば作った人とかが売ろうとする量の方を、9の漢字が自信がない、失礼しました。これで供給量と言います。ちょっと量の下が消えてしまった。で、まずこの言葉を覚えてください。買おうとする、うちらが買おうとする量が需要量で、作った人が売ろうとする量を供給量と言います。で、この量の関係で価格、値段っていうのは変わるんです。で、例えばちょっと同じ答えなんで入れますね。需要量、買おうとしてる気持ちね、の方が売ろうとする供給量を上回ると、つまり買おうとする量の方が大きくなると、価格ってのはどっちになるか、価格は上昇します。つまり高くなるんです。で、これね、ちょっと感覚で思ってほしいんですけど、この例えが通じない子申し訳ないんですが、ちょっとお付き合いください。買おうとする量ってことは欲しいんですよ、うちら側からすると。みんなもそうだね、あるものが欲しいと思うじゃないですか。じゃあどうしようかな。このシャーペン、これ俺がよく使ってるシャーペンなんですけど、もちろんね、これがすげえいいものじゃないですよ。普通のものなんですけど、これがめちゃくちゃ人気でみんなが欲しいとします。いい？でも、お店側じゃねえや。作る側はさ、同じ量を作っていくじゃん。でも、欲しいっていう量のが多くなるの。みんなが欲しくなる。そしたら、これがレアになっていくでしょ。買えなくなっていくから、レアになっていく。で、レアなものっていうのは基本的に価格が上がるじゃないですか。これはゲームとか遊びとか、カードゲームでも何でもいいですよ。みんながやってるゲームでも何でもいいですけど、レアなものっていうのはどんどん価格が上がっていきます。で、その感覚と一緒。みんなが欲しい、買いたいってなっていくから、どんどん物が少なく、足りなくなっていく。足りなくなるから、レアになっていくんで、価格は上昇するという感じで、感覚で思っといてください。これが正しい例えかわからないですけど。いいかな？で、おそらくみんなの教科書でね、こういう、図があります。つまり表か表図あるんですけど、で、これよくね、
この2つのカーブがあります。こうやって、で今回色分けしたのはそれのね、それに合わせようと思ったんですけど、こっちのカーブが青で合わせたんで、こっちね需要な方なんだよ。でね、両方とも曲がってるんで、曲がった線だから需要曲線と言います。青の方で、赤の方が供給量を表している曲線なんで、供給曲線というのね。でたまにテストの時にこの図が書いてあって、この曲線の名前、この曲線の名前ってどっちか選ばされる問題も出てくるので、その時はこっちが需要でこっちが供給だと思ってください。でもそれもね、あのどっちだろうっていう発見の仕方があって、着目するのはこっちです。あ、俺ね、これはあれだよ、俺が個人に言ってるだけだよ。これ下がその物の量です。物の量が多い、物の量が少ない、でこっちが値段ね、高いと安いになってるんですけど、例えばさっきと同じ物が少なくなっていく、こっちね、少なくなっていくとみんなが欲しいって思うでしょ。レアになっていくから、物が少ないんだから、物が少ないレアなんだよ。でレアになるってことはみんなが欲しいってことなんで、だから欲しい、需要、欲しい方が高くなるんです。一個高いって値段が高いと違うからね、高くなる。だからそうやって考えていくとどっちの曲線かなと判断しやすいと思います。物が少ない、まあ逆かもしれないよ、みんなが欲しいって思うから物が少ないって考えるのもいいんですけど、まあどっちって聞かれたらそうやって答えてください。でね、ちなみに戻ります、ちょっと同じ答えなんでもう一回待ってて需要量と供給量を一致させる価格っていうのがあります。一致させる、それでまず価格の名前を覚えましょう。これを100円均一の金ね、金、この漢字に行人弁使って、よいしょ、均衡価格と言います。いいね、均衡価格です。でこれどの場所かっていうと、これここのことです。この場所を均衡価格というので、これも覚えておいてください。これ下が大って見えるかな、これ下ね大きいなんだ、ちょっと見にくくてごめんね。でここからまた話変わります。またこれまた別の話で、少数少ない数の大企業がね、生産とか販売市場を支配しているのがあるんですよ。例えばこれ何が例えかな、昔はさ、テレビとか言われてましたけど、テレビを作る会社って大きい企業何社って決まってるんで、大体そんないっぱいないじゃないですか。だからその少ない企業が、大企業がね、生産とか販売市場を支配しているものをほにゃらら産業と言います。これねちょっと大きめに書きますね、あの漢字見にくかったらまた、ね、教科書等で確認してください。これで河川産業と言います。河川産業、下刀だからね、これ力じゃなくて。でそういう産業だとね、価格競争が弱まることが多くなる。これなんでかっていうと、大きい企業が少ないんだよ。例えば ABC っていう3社で全部作ってるするじゃん、テレビを、ね、今現在違うけどね、 ABC の3社でテレビを作ってるとします。そうするとこの3社で価格競争をしてしまうと、それぞれの売上が下がります。売上っていうか、あの結局値段が下がってしまうんで、じゃなくって、だったらこれ3社うちらで値段合わせていきましょうよって、企業が足並みを揃えて価格とか生産量を決めることが多くなる。あんま安くすると儲け少なくなるんで、このぐらいにみんなにしましょうみたいなっていうことができてしまう、少ないんで。でその時の価格のことを、これ独占価格と言います。足並み揃えちゃって決める価格ね、独占価格で、その価格とか生産量を決めてしまう。そうすると消費者にね、不利益を生じる可能性が多くなる。これどういうことかっていうと、本当はもっと安く作れるはずなのに、いやいやいや儲け下がるんで、ちょっとこの辺にしときましょう値段みたいな、でみんなで合わせるでしょ。そしたらうちら買う手側からしたら、本当は安く買えるのに高く買っちゃってるんだよ。これ損じゃないですか。だからこういった不利益を生じる可能性があるので、ちゃんと競争してくれと、競争を促すために法律が決まってます。で、この法律の名前を独占
禁止法って言います。独占禁止法ね。でこれが作られていて、あるものがその運用にね当たっています。でこれ当たっているところを公正取引委員会、公正取引委員会と言います。ここがこのね独占禁止法とかをね管理して、こういうことをしてないかっていうのを監視しています。いいかな。で今回ちょっとね問題に入りきらなかったんですけど、一個言葉覚えてください。この言葉もちろん聞いたことあるね、これも多いと思います。公共料金、これよく、ガス代とか水道代とか電気代、まあね、みんなのお父さんお母さん払ってると思いますけど、のことを公共料金って言います。でこれ何かっていうと、もともとね値段っていうのはこの市場の需要量とか供給量で決まるんですけど、そこじゃなくって国とかそういうのが決める料金、それのことを公共料金って言います。これは例えばガス代とか電気代っていうのはうちらの生活にもろにダイレクトに、ね、なってくる大事なとこなので、そういう料金値段っていうのは国の方が決めるよという感じになっております。いいかな。この言葉もぜひね覚えておいてください。では今回は社会の公民、市場経済と価格についてお送りしました。今回もね見ていただいて本当にありがとうございました。で次回がお金、まあ貨幣ですね、貨幣って言いますけど、と金融の話をしますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。